サンビセンス協会神道より内陣を見る。二つの階段があり、その間にクリプトへの入り口がある。サンビセンス協会は、スペイン・カタルーニャ州のカルドナに現存する、ロマネスク建築の教会堂。その建築は、イタリア北部、ロンバルディア地方のロマネスクの影響を受けている。剣道は1040年で、現在パラドールとして利用されている城塞の縄張り内部東端に位置する。 パラドールの中庭を東へ抜けるとすぐ見える、境界道の西正面は小さなアトリウムと、その奥に極めて簡素なファサードを持つ。東の城壁の方へ回り込んで後陣の外観を見上げれば、ロンバルディアロマネスクの特徴である、ロンバルディア体を確認することができる。内部は三楼式のバシリカで、新楼と俗楼を隔てる、大アーケードの上部にはただ高窓だけが排され、 天井は半円筒ーボールトが掛けられている。交差部の天井には最高用の小窓が開けられた小さな円替えが配されており、南北に伸びる翼廊は側廊の幅までしかなく張り出してはいない。交差部の東には階段がしつらえてあり、内陣と後陣は交差部よりも若干高くなっている。その下にはクリプトも設置されている。 なお、入り口のポーチの天井にはかつて壁画が描かれていたが、現在はカタルーニャ美術館へ移されている。教会には、かつてのカルドナコージュアン一世の墓がある。ウィキメディアコモンズには、サンビセンス教会に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。